最後に当たり前のことなんですけれども超急面というのは局所的に見るとユークリド空間であるというのを被り 3D によって、えー、断面と直等影で見てみたいと思いますで簡単のために点 ABC を U イコール0乗にとりますすなわち、えー、ABC は X2 乗たす Y2 乗たす Z2 乗イコール1かつ U イコール0です で、点 A を1000としまして、A に近い点 BC を B は赤道上にで、C はこの北極と南極を結ぶ線、あの、大円状に取ります。でそうすると、ベクトル AB は C の0100で、ベクトル AC が B の0010になります。で、次に、このベクトル ABAC と直交するベクトルを取りたいわけですけれども、 この abc は u イコール0上ですので u イコール0と直交する直線でかつ a を通る直線上に取らないといけないのでそれは a を通り u 軸と平行な直線になりますでその直線上に非常に a に近い点に d を取ればいいえ具体的に言いますとこのようにすれば d は超球面上にありかつベクトル ad が D が非常に近いとき、小さいときはですね、ベクトルエリーはこのようになって、AB と AC と AD を直行して、局所的にはこの点 A, B 4点 ABCD というのは A を中心とした局所的ゆっくりと空間になります。ただ、まあ、これを見ていただけゃわかるようにですね、D が非常に小さいときは、この D の X 成分というのはほぼ1になりますので、 かぶり 3D で見た場合、この点 D とですね、もう点 A は非常に近くなって、上、真上から見ると本当にわかんない感じになります。だから、この局所的ゆークリと空間を見ると、こう、ぺたんこに潰れた形になります。言い換えれば 4.ABCD を膨らんだ形で見ることはちょっとできないんです。え、中心投影っていうのを次の、 次やるつもりなんですけれどもその中心投影では見ることができますでまず ABC ですねこのように U=0 イコール上にありますでさらに D を取りたいんですけれども D はこの辺だとですねあの直行しませんからベクトル ACAB と直行しないのでちょうど A に重なるように持っていきます で、D の有成分を0に近い、A の有成分と非常に近いところに取っておきます。で、これが、実は A を中心とする局所的ユークリド空間です。今は何も見えてないんですけれども、これを断面を、断面の U イコール T を, T を変えることによって見てみたいと思います。まず、T イコール0にすると、このように ABC が見えます。で、D の有成分は0.22ですので、 t を0.22に近づけるとこのように d が見えますただ真上から見下ろしてみるとご覧のように d の成分と a の成分は非常に近いです三次元的成分は非常に近いですしたがって直投影すると d は a と重なってしまいます断面で見るとこのように同時に4点を見ることはできないですしたがって直等 a とか u t によの断面ではうまくその接空間というか A を中心とする極小的ゆっくりド空間を見ることができないですこれには中心投影が必要になりますまとめです超球面というのは極小的にはゆっくりド空間です ししかし対極的には球面器か成り立っていますもしかすると我々のうちは超急面かもしれませんただここで言っていますのは時間成分とかを考えずに空間成分だけを考えた場合です